今日の動画では、2023年放送の作品の中から、期待以上の面白さでドラママニアをうならせた、韓国ドラマ10作品を紹介してみたいと思います。男性に負けたくない気持ちが人一倍強い女性新人弁護士と、女性に対して深い不信感を抱いている韓国のトップ俳優が、敵対的な運命を果たし、戦いのような恋に落ちていくまでを描いたロマンティックコメディ。ネットフリックスの日本ランキングでも堂々の1位を獲得するなど、高い注目を集めた作品で、アスバル年代記のキム・オクビンとマネーゲームのユーテオが、反発し合いながらも恋に落ちる主人公を演じています。特に今までにない男前すぎるヒロイン演じたキム・オクビンの、思い切りがいいアクションシーンは必見。王道なストーリーでありながらも、登場人物たちの生き生きとした掛け合いがテンポよく描かれていて、全10話とさらっと見れる間違いなしのライトな胸キュンドラマです。フォロワー数が競争力を意味する世界、名声が富をもたらす世界に足を踏み入れることになった主人公と、そこで出会うセレブたちの華やかながらも激しい競争の現実を描くドラマ。パク・ギヨン、CN ブルーのカン・ミンヒョクらが出演のネットフリックスのオリジナルシリーズで、配信直後から話題沸騰、ネットフリックスグローバルランキングで1位を獲得した作品です。華やかなセレブの世界の裏に潜む嫉妬や競争など、インフルエンサーの光と闇を描いたドラマだけあって、インフルエンサーが抱える悩みや葛藤、女性同士のマウンティングバトルは見応え十分。実際のインフルエンサーの起用や、主演級キャストのカメオ出演、そして大きな話題を集めたハイブランドのアイテムやきらびやかな衣装の数々に心を奪われること間違いなしです。韓国の受験戦争、教育戦争を背景に、受験塾業界ナンバーワンの支持率を誇る数学のスター講師と、高2の姪っ子を育てながら惣菜店を営む惣菜屋社長の奇妙な恋を描いた爆笑ラブコメディ。主演のチョン・ギョンホとチョン・ドヨン演じる、スター講師チェ・チュールと惣菜屋社長のムヘンソの軸に、家族愛や親友との絆、お受験戦争などが絡むヒューマン&コメディ、そしてサスペンスも盛り込まれた作品です。韓国で放送されるや否や、話題を独占。特に後半の追い上げはすごく、韓国で最高視聴率 20.8% を記録。ネットフリックスの日本ランキングでも1位を獲得。アフリカやアメリカを含む世界25カ国で、トップ10入りを果たしています。笑いあり、涙あり、そしてときめきありの単なるラブコメにとどまらず、お受験競争といった社会問題にも切り込んだ、メッセージ性のある奥深い一作です。下肢金業の世界に飛び込んだ二人の若きボクサーが、弱者を食い物にする冷酷な氷菓子を倒すべく、壮大な戦いを繰り広げるアクションドラマ。ネイバーウェブトゥーンが原作のドラマで、ネットフリックスグローバルランキングで1位となった作品です。ボクサーと海兵隊出身という共通点を持つ、ライバルボクサーだったゴヌとウジンの、微笑ましく胸厚なブロマンス、ノワール感たっぷりの中に人間味あふれるキャラクターたちの設定も見どころですが、何よりも主演のウードファン、イーサイン二人の完璧な肉体美は見応えたっぷり、猟犬モードにスイッチが入った時に見せる、息の合ったコンビネーション、華麗でスピーディーな迫力あるアクションシーンは必見です。1987年に閉じ込められた二人の男女の不思議で美しい時間旅行記。過去の連続殺人の真相を追う報道記者と、両親の結婚を阻止しようとする女性が、互いの目標が繋がっていることに気づき、事件を解決していく不思議な時間旅行を描いたドラマ。2021年から1987年へと主人公たちが車でタイムスリップするファンタジーサスペンスで、主演を務めたキム・ドンホク、ジン・ギジュの実力派による熱のこもった演技は圧巻。タイムトラベルという興味深い素材を秀逸なストーリーで表現、スリラー的要素も加えながら、深い家族愛を描いたことで差別化された人気作品に。1980年代のレトロな感性も楽しめる、ラストまで夢中にさせてくれる一作です。恋愛には戦略が必要と言い切る恋フルエンサーのデボラと、心を焦がす恋愛こそ本物と信じる恋愛理想主義のスヒョクが、一緒に恋愛書を作りながら始まる大人のロマンティックコメディ。主演のユーインナ、ユンヒョンミンほか、中山福、2PM チャンソン、ガールズデイソジンらが出演し、
恋愛コーチのデボラをはじめとする様々なカップルの共感を呼ぶ胸キュンロマンスは必見。テンポ良い会話の中に記憶に残るユニークなセリフや恋愛の本質について考えさせられる会話もてんこ盛りで、恋愛指南書のような一面があるのも本作の見どころ。恋愛の移り変わり、落ちぶれていく様がリアルで面白く、切なさはあるも明るく元気に前向きになれる良質のラブコメです。父の不倫と再婚により心に傷を負ったウジュ。それから13年の時が経ち、突然父の死の知らせを受けると同時に再婚相手に家を追い出されてしまったウジュは、自分の人生を狂わせた女への復讐を決意する。しかしその息子と知らずに出会ったドンジンに惹かれていくことに、イーソンギョンとキムヨンガンのダブル主演で送る出会うべきではなかった傷だらけの男女がゆっくりと惹かれ合い、愛を育む様子を美しく描いた心温まるヒューマンラブストーリー。心情を丁寧に紡ぐ感情描写とストーリーの切なさ、胸を打つセリフと演出の美しさで韓国では高評価を獲得。日本でもディズニープラスで配信開始直後からじわじわと口コミで広がり、俳優たちの講演も相まって2023年一番の名作と話題を呼んだ作品です。天性の頭脳を持つが、学校内で執拗ないじめを受ける優等生ヨンシウンが、初めて友達になった祖母ボムソクと共に、学校内にはびこる数多くの暴力に対抗していく過程を描く学園アクションドラマ。同名のウェブ漫画を原作に、ワナワン出身のパクジフン、チェヒョノク、ホンギョン主演で実写ドラマ化。高校生たちが抱え込む絶望的な孤独と屈折した心情がリアルに描かれた青春ドラマで、3人の高校生たちの痛みと青春の苦みとともに押し流されていくラストは号泣必至。しっかりとしたストーリー、レベルの高いアクションシーンは話題で、韓国では続編を望む声も多く上がっている作品です。優秀な成績で医学部を卒業したが、長男の嫁として20年間専業主婦として生きてきたチャージョンスクが医師として再復帰し、レジデント1年目から奮闘する姿を描く愉快なヒューマンメディカルコメディ。主人公チャージョンスクの挑戦が視聴者の笑いと深い共感を呼び、韓国ではドラマ話題性部門で1位を記録、ネットフリックスでもトップ10入りを果たすなど、主婦の潔い反乱が旋風を巻き起こすまでに。なかなかドラマで扱われなかった50代の女性が主人公という新鮮な設定に、夫の不貞に心をかき乱されるも勇敢に自らの道を切り開いていくジョンスクの日常を楽しみながらたくましく生きる姿は、多くの視聴者の心をつかみました。新しく動き出すのに年齢は関係ない、勇気をもらったと日本でもハマる視聴者が続出した一作です。扉を開けるとアッキがいる別の世界。アッキに疲れた女とそのアッキが見える男が持つ身体をめぐる謎の死を暴くオカルトミステリースリラー。亡くなった父親の遺品を受け取ってアッキに取り憑かれた貧しく苦労続きな人生を送るクーサニョン。鬼と神を見ることができる民族学者ヨムヘさんと出会い、アッキに関する真実を追いながら自分が知っていた世界とは全く違う世界と向き合う物語。アッキに取り憑かれた姿と本来のサニョンの2つの顔を演じ分けるキムテリの演技は圧巻。身の毛もよだつ恐怖シーンから胸打たれる人間ドラマもしっかり盛り込まれていて、チャンル物の大家である脚本家キムウニの緻密な世界観に引きずり込まれるのはもちろん、没入度高まるキャストたちの演技力に沼ハマりすること間違いなしの作品です。